どうも、まさたかでーす。今日はスタジオオリオン。こんにちは。こんにちは。こんにちは、ルカクだよ。ルカクだねー。ルカクだよ。これテンション上げていかないとやっていけないよ。ちょっとね、バッファロー11人ぐらい。投げ倒してからね。いや、いかつすぎるでしょ、これは。絶対いかんって、ねえ。なんかもう5人ぐらい欲しいもんね。ね。ルカク。警備員もなんかいるもんね。やばいね。あの暴れ出さないで。あれ SP でしょ。あの万が一のことが起きないように。そう。ルカクはね。ね。ルカクですから。うん、バッファロー。ね。やばいって本当に。何してくるか分かんないからね。うん、よく見ると角生えてるからね。もう生えてないです。ごめんなさい。生えてないです。まあね、すごいからね。前回ワールドカップ悪夢見てますからね。ね、そうね。トラウマですよ。めちゃくちゃ強かったからね。ね、本当にきつかったあれ、うん。日本国民としては。ね、トラウマですよ。もうトラウマ見たくないもんね。でトラウマが11人いると。いや悪夢だね。悪夢だよ。ちょっとここはね、悪夢をね。ね。おやら、カッツオと、ね、カッツオとカッツオしよう、ね、やっていきましょう。レッツゴー。どうなんだろうな。うわ、早っ。え、まあ、常に状況を理解して正しく判断できる、まあ、高い能力を必要とするポジションですね。心配。いや、おかしい、おかしい。やばい、やばい。見ていきましょう。寄せが早すぎて、なります。強いんだよね。ね、振ってもパタって、めちゃめちゃ強い。すごいな今。すごい飛ぶな。ああ、早いね。なんか一歩が。早いし、うまいし、でかいし。やばい。技あり。しかもあんなさ、なんか優しかったよね。ね。いや、怖っ。ちょっとね、得点、ゴールシーン、ちょっと怖いって出ちゃったっ、ね。そうですね。ぐっと曲がって落ちていく。綺麗な軌道でしたよね。すごいな。だって、ここで取って、ふわっていって、うわ、めっちゃうまい、今のシュート。コントロールされてるわ。川島めっちゃ怒ってるじゃん。ごめんって。ここ2人行ったんだけどな。ねえ、もうなんかサッカーだよね。しかも逆足だからね。この精度えぐいな。ワールドクラスだな。立ち上がり順調とも言える圧迫感がすごいんだよね。うん、もうね、2匹そういう感じだよ、ね。お、惜しい。この後も流れに乗りたいですね。威嚇していかないと。まあ、引きか当然だけど。スローインを担当、これは読んでいました。ああ、もうシャットアウトだよ、ね。もう怖い。うこ。庄司。あばらを見たんじゃないの。後で見たい。乾から長友。スペース出ましたね。いけるか。きゃ、ああ、惜しい。なんかもう、ああいうのしかないよね。そうそう、ワンちゃん。うん。触れるかなみたいな。うん。ここで中に仕掛ける。いいんじゃない？ああ。触られてたね、今完全に。そういうことね。うん。だろう。相手の隙を見逃さず、うまくついた形でしたね。いけたかな。高い位置で奪えば、こういったチャンスは生まれてきますよね。ちょっと。はい。おお。マーク剥がしてるね。うん。怖い。すごかったね、今。もうネットとか関係ないんだ。すごいね。恐ろしかった。ね。怒られたくない。怒られたくない。ちょっと嬉しそうだ。うん。ルカク、サイドのスペースへ走らせる。ルカクは先生とかやったらやばいんだよ。やばいね。ゲッシュとかだね。柔らかいボール。これは繋がりませんでした。やばい。ああ、怖かった。ああ、怖かった。
されているもポゼッションでは相手を上回っている状況です。そうですね、この前半中盤という時間帯を考えると体のコントロール効かなくなってくるのかな。あ、向こう雪山に迷う、フィニッシュの精度が重要というんですよね。日本としてはここで傷口をこれ以上広げないことですよね。あ、そういうことね。前半中盤なんでリスクを犯す時間帯でもないですからね。紛らわしいな。あー、惜しいな。入ってくって相当。あ、やばい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 。どういうこと？ええ、いいから。うわあ。ルカ出た。やばいね。ロベルルカク。マジで今。何はの。あ、そういうことね。なるほどね。先回りされてたと。ああ。やばいな。大丈夫かな？ネット破れてない？炎でした今。IQ 高すぎでしょ。やばいね。完全にハンターだわ。ね。でどうね。多いな。もうどうしようもないじゃん。なんで、うわあ、もう無理だよね。怖っ。空気でやられたんじゃない？顔。シュッて。切れない。怖いな。マジで。でも攻めたっけ？攻めたっけみたいな。ね。逃げやすくなったことは間違いないですし、しっかり今日は自分たちのサッカーが。逃げたいもん。いやいやいや。ボール持ちたくない。そうなんだよね。そうから。そうなん、本当に。ボール持ちたくないって思っちゃうんだよね。ボール持ちたくないんだよ。怖い。すぐ来るから。怖いんだよね。追跡者みたいなさ。行ってみよう。いいね、このマッチアップ。お！いや逃げたな今俺。来た。このボールをカットします。ああ、したよね。ちょっと。やばい。やばいって。ダイナマイトくる。ダイナマイトだ。危ねえ。これはいいセーブでしたね。まさに最後の砦ですね。そっちね。やめてほしいよね。もうさ、消されてんだよね、全部。そうなんだよね。サイドのスペースを使います。誰もいないよ。違うって。もうさ、出ちゃってんだろうね。貧弱だよね、この逃げたいっていう気持ちがさ、プレーに出ちゃってる。おお、聞き出した。そうですね、点は入らなくても攻めたら。いいよ。おー、惜しい。キーパーいいとこいんな。ね、いやなんかあれだもんね。打つならダイレみたいなさ、怖くて。ね、もう持てない。寄せられるとね。うん、足も長いしさ。ね。万が一あるから。そのためにアイスピース。そう。万が一ね。流血事件。本当にね、普通に競ってるだけでありえるからね。柴崎からボールが上がる。あ。来た。いやふんわりシュートね。馴染みのね。限界なんだよね、あれが。気持ちはね、すごい超いいパス。やばい、やばい。なんかシュートっていう行為とさ、ふんわりっていう単語が合ってないよね。ふんわり。美味しそうだもんね。もはやもうちょっと。入れるつもりないだろうみたいな。やばい。ナイス。長友。でもちょっと。うわあ。気にするって。めくってもめく。やばいやばいやばい。もうなんか今日の夢に出てきそうだもん。寝た時にずっと追っかけてそうだよね。洞窟の中で。そうそうそう。ルカク逃げても。そう、森林の中逃げても。どこ行っても後ろから追いかけられて。なんか俺手元すげえ急いでるもん。この試合なんか十字キー無駄に押してる気がするもん。なんかね、もう怖い。もう誰もや。いたこれ3枚にさ、すごい、ね、詰まれたらもう 3頭のルカクにね。そりゃ無理よ。ルカクだもん。いいよな、こんな選手がチームにいるって最強だよな。いやもう羨ましいよね。宝だよ、宝。うまっ、うますぎやった。いやーうわー、危ねえ。J リーグ行ったら何点入れんだろうね。ね、恐ろしいだろうね。うわ、
うわなんかそれね取るのもうまいんだよね。ええいやいやいやもうなんか識別できないんだよねゴールがどっちでも。起きた起きた起きた。しっかりチェックされていますね。いやあー惜しい。ルカクの顔やばい。今インプットされてたな。スキャニングされてた。完全に完全にピピピピピピ。攻め手がないんだよな。もう、ね、あれしかない。戦はおっおっよしよし。もう唯一だよなあれ。ノーバディ。え？嘘。あわ。これは大丈夫でしょうね。さすがにね。焦らせるんだよな。そう。うまいんだよね。本そこは一級だよね。焦らせる。こう。威圧感がね。うん、もう。社長クラスだよね。もう一度スローインです。シュート。のは。もうあのゲージでね、あのゲージでこのね浮き。気持ちだよねもう、うん。ちょっとびっくりする。おおおおだよね。よしよしよし。よしよしいいよ。大迫。ああ。おやばいな。本当のかどうせねどうせどうせあのパターン絶対無理でしょ。あっ誰もいないもんあれ。よしでも取れそうなんだ よ、ね、そうなんだよ絶対にもうああまいいからあもうあれだねつま先でねそうそうそうなんか柳沢のシュートみたいなあもう確かに確かに気持ちでいってるパターンね。天才の方の柳さん危ない。やばい。どこに行ってもこの人たちいるから、ね。ああ、きつ。うわ。後ろに流す。なんかもうね。うわ。あ。なんかその。ああ。うまい今のもかわし。やっぱ頭も良さそうだもんな。これもうねあ北澤さんこれ直前のドリブル素晴らしいものありましたね。そうですね何今のかった、ね、すごいねゴールの確率を高めてから壊れたんじゃないかやばいやばいやばいいきなりそれだもんね。これあれだなか多分今までで一番体強いよね。ねなんか格闘技してるみたいな。あなんかあの大事そうストリートファイターやってみたい。そうね、うん、なんか違う競技だよこれ。ベガベガベガをおおあなんか今多分魔法使われたんじゃない。いやもう後ろからねドギついの来たからね。うまプレッシャーがディフェンスもうまいんだよね。何この今のイリュージョン俺らのゴテンクスみたいなパコパコみたいなさ今ゴテンクスゴテンクスうわ強いなルカクさらにさらに点差を離していきます。キャンプスターやんまさに職人的なシュートアーティスティックボールコントロール後半の爆発えぐいな。えぐいねいきなり来たね。うん見事ですね。なんかさもうだもんね。これいつもだって持ってるからね。そうねそうなんだよね。だから持ってんだもんね。いつもいあー怖いでいるんだよね。一頭のルカクそう一頭でねおおわおおおおしえでももうなんか関係ないもんね今ビハインドの状況でもまずはでああいうのじゃなくて入んないんじゃないそう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 4-0 かきついなきついね。1点ぐらい入れたよな。4点っていうよりも気持ちがきついなんかねもう8試合ぐらいやった気持ちやってくれって言われたらちょっときついかもそうだね重みが、うん、
この擦り切れるね。そうそうそう。もう糸切れそうだもん。もうピンピンに張ってるからね。もう箸切れるよ。セリ。余裕がないんだよね。そうだね。本当に。長いボール縦へ。うまいんだよな。こんなサイドとかうまいんだっていうね。ルカク。本当になんかディフェンスもうまいしさ。万能だよね。すごいな。うわ。いや。万能型だったな。終わってよかったです。本当だよ。バッファローはちょっときついっすね。さあ北澤さん。どうもご視聴ありがとうございました。